はい、ななみさんに入れてもいいですか。まあ、まあ、自由があるんで世の中には。入れないんですか、はい、権利で許されてるんで別に私に入れるのもありですよ。深い大人の対応だ。よくる全勝か。くるくるくる。センちゃんこのままでいくか悩むな。ナイス。ナイスボタン。ナイスボタン。強い強い。チャゲポヨさんのボタン。ケチ。おかしい。意義あり。意義あり、意義あり。誰だ、しめさんに投票したのは。ヒルさんぞ。タゲポヨさんとさんさんぞ。すいませんでした。オレンジバラ。肉なし、ただの野菜。野菜サンド、サンドイッチ。バラタン。バラタン。もう一回やるときキッチンだ。バラタン、バラタン。ああ、よかったです。ナイスボタン。ナイスボタン。ナイスです。いやー、銃をしまっていたら、スナザメさんがすごい、なんか家政婦が見たみたいな感じでこっそり覗いてました。スナイパーを狙い定めた。すごい雑な殴り方するんですけど、チャゲポヨさんの動きがとにかく怪しかったことだけ残しておきました。じゃあもう砂ザメさんはシェリフですか。なんかいいの言っちゃって。もう言ってるようなもんです。あーかわいい。あーそうなんだ。ガチ？え、待って、ザメガチ？え、ガチ？いや、まさか。まさか、ね。ガチのよだれとかがね。いや、そういうわけじゃなくって。いや、まあ、一応、雑だったんで、竹村さんが武器庫しまってて、下の方の武器庫、4つ、4丁あるやつ。うんうん、あれをしまってたら、下で待ってたんですよね。停電中でした、はい、その時は、ちなみに。はい。はい。で、チャゲプーさんが多分停電直してくれるんだろうなと思いながら4丁しまってたら、でしまい終わって下行ったら、あれ、まあ、ぼったちしてるってなっちゃって、怖い怖い怖いって思ってて、そのまま停電直しに行ったんですよね。そしたらチャゲプーさんが立ってて、カチ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 やっちゃって、うん、助けて、助けてっていう感じ。立ち会ったのは、ゲンとどなたかだと思います。あ、僕ですね。立ち会ったのは、別の方だと思います。はい、一番右と真ん中で、めっちゃカチャってました。はい、で、っていう感じ。みんなが手引いたところを僕が最後直してますっていう感じだったという話だったので、僕と砂溜めさんは、僕と砂溜めさんは暗闇で見つめ合った中ということでね。まあ確かに今頬をあからめておりますよ。確かにそうですね。まあ今言ったのが以上全部です。なので偶然チャゲプーさんが待っててくれたっていう可能性ももちろんあります。なるほど。砂溜めさんに入れてもいいですか。まあ自由があるんで世の中には。入れないんですか、はい、権利で許されてるんで別に私に入れるのもありですよ。大人の対応だ。投票権が匿名でも ちゃんとみんなちゃんとみんな大人になってますか、投票権ってことは。あ、一人あのガキがいます。あ、すいません。なるほど。小学生です、ごめんなさい。選挙って何ですか。今回電気がクソです、よろしくお願いします。わかる、うん、ガチでわかる。ガチちゃんも未成年の扱いではないのか。電気が。ふう。大白。ポツ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 。大白茶。大白茶器。白茶器黒。ピンク。黒茶黒ピンク。青。先生。
あら、見てないですね。先生終わった後、シャワーにから下に降りてった気がします。先生、顔貨物脇ですね。貨物脇です。ゾニックさん、その後の情報あるでしょ、うん、え、貨物脇で、トイレ、私トイレタスクやって、その時にはしゅねさんと別れてて、アーカイブには入ってきてなかった覚えがあります。大事な情報があるんで出します。シャワーで私、フーさんとサクヤさんとしゅうねさんとゲンで、なんか4つでガッて固まったタイミングがあったと思ってて、ちょうどそれがメインとシャワーの間ぐらいです。はい。で、サクヤさんと私が、フーさんは上に抜け、サクヤと私が左に抜けてます。はい。しゅうねさんが残ったってことですか、シャワーに。しゅうねさんがその後の距離を、そう、覚えてる方ぜひ。まあ最初では、うん、あの位置が分かるかな。最終位置どうぞ。しゅうねさん最初に左に抜けたと思う。スナパイさん、アドミン見てたりします？はい、そういうわけではない。そうなんだよ。そうなんだよ。アドミン見てたんで、最終位置どうぞ。かまつ。エンジン。改めアーカイブです。アーカイブ。アーカイブか宿舎。武器庫か米通路。はい。ソニキシャワーぐるっと回って奥まで確認して、下になかったです。シャワー。いやー、ぶっちゃけ覚えていないんだが、うん、点在です、ほぼ。夏目視点だと、南風と砂雨さんあたりの白が出そう？出そうぐらい。減算して、しげさんの使用推定位置はどこですか？位置は、まさしく私の近くかもしれないです。エンジンとか。エンジン。宿舎、シャワーじゃない側。シャワーじゃないんですか？シャワーじゃないです。シャワーじゃなくて、生きてるしゅうねさんが左に行くのを抜けた状態で3人がバラバラになった感じです。ふうさんは上、私は酒屋さんが左。で、酒屋さんはおそらくエリキの方に行かれたはずなんで、酒屋さんやりにくいかなって思ってます。宿舎エンジンあたり。個人的にはゲンさんかなと思っちゃうな。ほう。この情報出すよ。ほぼないと思うんだけど。まあそうです。宿舎エンジンあたりか。あれ、エンジンとね、宿舎いなかった気がするんだよな。え、マジ？宿舎前下の扉開いてたんですけど、誰が開けました？金庫に行った人が見。あ、僕出すと思います。宿舎では開いて金庫行ってます。ん？ん？ん？白木。白木、白木、キキキ。うわぁ、確かに天気やばいね、これ。白木茶。白木茶ピン、白木茶ピンタンオレンジ。白木茶ピンタンオレンジ。一応取得しておくと、宿舎では行って金庫の置き換え、ベントタスクをした後エンジン抜けて武器庫やってます。あ、うん、一回エンジンの配線やった後武器庫入ってます。先輩さんはそこ通って見てるはずです。ちょっとね、俺の覚えてる限りを言うね。武器庫に1あったから、多分それがチャゲさんなの。はい、うん、で A 駅が2だったと思います。 A 駅1が多分昨夜です。でメインシャワーが11で、貨物アーカイブラウンジもなんかちょこちょこついてた記憶があるんだよね。うん、まあエレキの2宿舎にないことを覚えてるんだけど、多分ね。だから原産メインだっていう主張ならギリ通るかも。原はエンジン、でも原産エンジンのどこ？はい、エンジンのほんとど真ん中で絶対アドミンすると思う。わかんない、俺が最後の最後まで見てたわけじゃないのよ。最後1秒ぐらい離れてるから。ああ、だったらじゃあギリメインかもしれないです。ああ、うん、エレキに降りてった。そうですね、エレキに降りてってキルされてるとかってあるんでしょうか？ありえる可能性はある。1秒前ぐらいだと思って、エレキが2だったのは間違いないと思う。ゲンさんの意見を聞きたい。エレキに降りてる場合が可能性として出ているわけだから、うんうん、可能性としてはゼロではないが、しゅうねさんのなんか走る経路というか、なんかあの壁沿いに走ってる感じだったんですよ、上側の。だからなんか下に下るのではなく、そのまま素直に左に抜けたように現在見えてますが、エレキに降りたのとかエンジン方面に走ったのを確認したわけではないので、うん、シャワーの位置からなんで、うん、
どちらとも言えない。ただね、俺が見た時にそのメイン1エレキ2シャワー1だったから、シャワーがゾニキさんで、うん、エレキがサクヤさんでメインがゲンさんだと仮定した場合は、うん、エレキが主体になりそう。そうですね。そんなサクヤさんは必要だと思います。ゲンさんとサクヤさんにどっちかいるそういそうな気がしちゃってるな。どうなんだ。僕ゲンさんとサクヤさんでワンちゃんに2郎釣れるんじゃないかなとも思ってるんですけど。ブルさんとシウネさんがメインを見てるみたいなんでしたっけ。見てます。でもさ、ゲンさんからの情報だから、桜屋さんの方が引くろいんじゃないですか。僕は桜屋さんに。何回も言いますけど、私が出す必要ないと思います。まあそうなんだよね。メイン使いだったら、ゾネキさんってできないですか、あの後。下に行ったら、つかないんだな、俺の後に。なるほど。まあ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 。ナパイさんの偽装も、なかないから。よいしょ、黄色。黄色、オレンジ、ピンク。多分、死なない。あれ、はい、砂ザメが咲夜さんを切りました。あー、なんだろう、ナイス、アドミ合ってるじゃん。なので本当に合ったんで何かなと思ったことでした。そう、じゃあ僕もバイタル見てます。じゃあ、もう全部すっ飛ばして風さんも死ねるんで風さんの話を、うんうん、はい、一応言っとくと3秒前にバイタル、2秒前かな、2秒前にバイタル見て、その時にはすでに死んでました。はい、はい、ね、シャワーでパン君見て、僕アーカイブ経由して昇降機右行ったんですけど、誰と待ってません。うん、え、ごめんごめんなさい、シャワー、うん、どこ空きで砂パイさん、え、メイン空きだったかな。夏目さんとクロスしそうってことですよね、多分。夏目アーカイブシャワー、メイン人宿手前で行くと、うんうん、ああでもタオル集めてから行ってるから、ああ、あ、そっか、メイン分けで最速タオルだったら確かに、まあそのぐらいの。メイン、メイン、あのシャワーの奥から出てきた時にパン君を見たから。ウーさんの目撃情報はない。ないです。ない、うん、あら、はい、ゲンは夏目さんとアーカイブで湧いて本タスクの残りを終えた後にラウンジで配線やってます。金庫室にめっちゃいた気がするけど、はい、あそこに弾けそうな気がするな。ゾニキ大丈夫、あのね、そこら辺は夏目が一番最高列って自覚があるから大丈夫です。自分最初リフト左なんで、ちょっと。ヒーローオレンジ赤ね。ヒーローオレンジ赤。メイン脇で、あ、いいですか、すいません。メイン脇でエレクトリカル行って、で、メイン戻ってエンジンのオイルを入れてます、今。最後、左直した自覚ある人います？リアクターの左直し中になったんですけど、レポートでだから多分直ってない。いや違います、左が今触ってる最中ですってなったの。夏目一瞬開いたんだけど間に合わなかったです。あ、大丈夫です。前に触ってることが分かるので、僕が右側触ってて。あ、なるほど、うん、はい、あ、そうなんだ。直ってなくても出るんだそれ。左直し中で中って出るから、まあ、バイタルの場所で切ってるチャゲポエさんか僕かサンシアさんだと思います。その3択ぐらいだね。うん、うんうんうん、アンシアさん、チャゲパン、ゲンさん、うちの3人ね。浮いてるっちゃ浮いてますが、まあ赤いバキなので。チャゲプーさんを切りたいよ。僕はクルーだよ。よいしょ。青。さんが弾け飛びました。いや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 、ま、待って、どうなってんだこれ。西茶上がってません、うん、
うん、上がってます。ゾニキさんとパン君が下で、うん、右側のリアクター直してました。うん。で、僕が下で、チャゲさんと砂亀さんね。はい。はい、ゾニキさんの主張的には納得ですか？どうも、いや、チャゲポヨさんって、なんか、どういう経路でリアクター方面入りました？メインはいて、エレキの、ぐるぐるタスクやって、シャワーアーカイブで、まあ、ポチのタスクもあったんで、ポチタスクした後、上登ったら砂溜めさんが構えてたんで、ああ、このままだと自爆しちゃうなと思って逃げてました。なるほど、なるほど。あれですね。ゾニキさん視点でパン君が今回のキルには関わっておらず、関わってないですね。はい。で、チャゲポヨさんが仮に砂溜めさんを切ったインポスターだとしても、それとは別に三者さんがどこかで死んでいます。自分アーカイブにいることをほとんどの人に死にされてるはずで。あと、夏目先生は、あ、夏目最初はエンジンの上ぐらいです。エンジンの細い道。誰かに死にされてますか？いや、されてないっすよね。全く誰ともあってない。はい。三者さんはエレキですね、初手。あ、で、ゲンさん。そう、エレキ来てる。来てる、来てる。ゲンさんもいるわ。で、ゲンはその後、あの、アドーさんの手さん。ごめんなさい。すいません。よっこいしょ、どっこいしょ。先端と脇同じっす。貨物だから。先端、初動左、夏目上なんで。はい。で今先端さんとエレキと席の間ぐらいですれ違ったら記憶してて、はい、その後テープタスク、アプロータスクで終わりです。まあ一人なんで浮き、ちっちゃい浮き1です。なんか前回の容疑者からさ、今日チャゲが筆頭1だと思うんで、チャゲさん視点の推理進めた方がいいっすよ。いや、僕、まあ、砂溜めさんに関してはもうあの完全自爆なので、サンシアさん。キルって、チャゲさんと、あとどなたでしたっけ、僕です。サンシアパン君、チャゲの。サンシアパン君、チャゲか。だから俺が、パン君は絶対無理だ。サンシアさんが死んでるから、もう決め打ちみたいな感じなんじゃないの？ゲンさんついていると思うけど。ここゲンポヨさんに入れる。7人場面で、ああ、でも入れた人誰ですか、チャゲポヨさんに。あ、パン君の隠しろが今回2キルで取れるんだったら、チャゲポヨさん釣り地だと思って入れました。うん。人外っぽいね。名言で終わりか。押したっけ。パン君の下が左。はい。うん、あ、うわマジか。さんあったぞ。チャケポヨさん見てない。宿舎のとこ、ね。ゾニキさんコックピットで見てる。あ、いやそれから右に行ってるのを夏目見てます。あマジ。ゾニキさんチャケポヨさんの順だった気がする。俺コックピットのタスクやってその後ずっと左側直してます。センターさんが見てくれてると思います。前のキル私そもそも容疑者外なんですよ。なので私に入れてるのがおかしいです。つかめあのチャゲサンシア、パンっていう3枚の時にサンシアさんが削れたことからチャゲさんとパンさんの2択っていう話になってたんで私に入れるのは不可解です。チャゲさん、ゾニキさん見てないか。ゾニキさんコックピットあたりで見た後はちょっとあその後にゾニキさんが右側に いやわかんねえ、どうしようどうしよう。夏目先生ゲンさんの二人がやと思うけど、うん、理由までください。アンシャーさんキルがゲンさんで、うん、夏目先生、うん、まあ、南風さんキルどうなんだっけ。どこでそこを多分ね先端が出演してるから議論が合ってない、うん、そう。南風キルの容疑者はサンチャゲパンです。サンシアさん、チャゲポヨさん、パン君って話でした。サンシアさんが決めました。サンシアさんのキルはエレキとかその辺なんでしょ。はい。で、それに関してはチャゲポヨさんは絶対できないのよ。はい。チャゲポヨさん今回できないと思いますよ。だから、
エレキ周辺で死んでるやつは採取位置不明の夏目先生か、エレキ周辺、まあ、セキュリティ周辺で入れ違ってる先端元、この3人の中の誰かなのよ。昨夜さんが砂亀さんに切られた日に風さんが死んでます。で風さんが死んだ日の3択が、チャゲさんとサンシャさんとパンさんなので、チャゲさんも先端さんに入れませんので、ゲンさんに入れて。チャゲさんと先端さんがつながってるんですか、僕は。チャゲさんに入れます。だからね、ゲンさんに入れてみようかなと思っちゃってます。え、マジっすか、チャゲさんとお願いします、これは。うわー、マジか。ごめん、間違ってたらごめんなさい。夏目先生と。間違ってます、これは。うわー、あの、私無理っすよ、風さん切るの日。パンチャゲパン、南風。キロ忘れてる。ふうさんどうしなんだっけ。リフト右。ぽよさんが、まあ、なるよね。目の前で夏目さんですね。右側で先端さんが直してたところ直しててリフトを僕が右から左に乗っていって乗ってる最中にリアクター直ったんですけど戻ったら先端さんのお肉がありました。ごめんね、夏目先生とチャゲプーさんの主張は分かんないから、人外地提出してみてください。自分が投票した履歴で誰を連れてるっていう自信があるか。原産ですね、夏目視点だと、南風キルの方で追いたくて、サンシアチャゲボヤパン君で容疑者だったのってスナパイさん覚えてます、無理って言ったから大丈夫じゃない。はい、まあそれもわかるけど、あのキルでどっかで人外が死んでると思ってます。夏目原産白路線だったら多分実視点それしかないから。いや、違うね。チャゲプーさんは、スナザメさんのキルに関われる人物であり、サンシアさんのキルができる人物が別にいるのね。はい。うん、はい。で、妻が合わない。その人物を連れてないという主張になる。うん、チャゲプーさんが人外だって主張なら。エレキ死体だった場合は、先端がやってると思います。先端さん今、キルされてます。だから、キルで殺されてるっていうのを、夏目路線として言いました。じゃあ先端が人外だって話ですか。先端ジャッカルでチャゲポヨさんインポスターだったら場面上成立します。うん、まあそれなら、まあでもレアケじゃないですか。それだったら僕は現夏目でが、あ、現夏目とチャゲ先端のラインであるならば、現夏目のラインはないと思って、あ、確定人外地って咲夜さんなんですけど実施点でここまで、それはラインオンだったら原作屋ですよ。初手のラインでエレキを偽装して左側に寄せてる原さんの発言があるから。で、南風キルが夏目と原作両方から弾かれてます。間違ってたらすまん。いや、これは夏目さんであってる。あ、しょうがないね。うん、まあそうしか見ないや。まあわかる。これで夏目がクルーだった場合もうそもそも負け盤面だからしょうがないです。まあ、終わったと思った。すごい。ナイスナイス。これはすごい。ゲンさんが粘ってた。いい。夏目さんもそう非常に素晴らしい粘り。すごい結託してたな、夏目先生とゲンさんは。まあ、サンシアさんが言ってる通り、もう初手で酒屋さん、ゲンさんかなって思って。うん、あ、そう。南風さん。を夏目と原産で死にした後に、そう、ただね、スナパイさんのアドミン情報のエリキニーが出るまでは、私目線、シュウネさんを、昨夜さん殺してるって確定ではなかったんですよ。まあまあ、そう。だからまだ、その段階でふわーって感じだったんですけど、結果的につながっちゃいました。いや、アドミンよく覚えてましたね。うん、短い時間で。南風フィルをね、落としがなかったっすね、人外陣営は、多分。前に、ね、
教えてもらったんで、アドミン人数が多い時に見るときは映ってない位置を覚えろってね。あーあー、いいね、そうなんだ。いないところを覚える。なるほどな。あ、すごい。ちなみにサンシャさんのキルって誰のキルか。ゲンさん。サンシャさん。ゲンさん。サンシャキルはゲン。はい、ゲンさんです。風さんキルもゲンです。そうか、うん、あ、風さんだ、ラウンジ側ってことですか、じゃあ普通に。スナパイさんの頭の上で死んでます。ゾニキさん、誰が殺したの？え？ゾニキさんって誰だっけ？あ、ゲンが殺します。あ、ゲンさんか。はい。場所どこですか？場所は諸国右です。あ、右まで行ってんのかな。そうです。ルーに乗ってみ。なぜが宿舎でパン君殺してます。もうリフトを左で先端さんの通報入った瞬間に絶対俺釣られると思っても、いや、まあでもあれはね、もう南風のキルをクルーが重要視してないから、そうなんですね、まあ、そっちに持っていくしかないですよね、我々としては。そう、もうさっさと殺してくれんかな、俺のことは。